あの顔、思い出すたびに愉快なものよ。退屈しのぎとは、ああでなくてはいかんな。夜となり、権限が明確に感じられぬ以上、断言はできんが、以上、何者かの企みであれば、潰しに行くしかあるまいよ。あの者が何か無駄なことを喋らぬよう祈るしかあるまい。あの者の動向、気になるものよ。どれ、協調関係の手前だ。挨拶くらいはしておこうかな。食らうには惜しい男だが、食われるのならその程度の器、諦めもつこうというものよ。それにしても、つわものの権限、増えたものよ。おお、ようやく来たようだな。ようやく戻ってこれた。くそ、メルカバメ、今度会ったら懲らしめてやる。町のこの気配、なんだ、何者。こうやって広範囲へ気配を探るもの、それ自体は割と頻繁に現れるからな。今は気にしても仕方がない。ひとまず放っておこう。しかし
今回の調査は散々だったな。うっかり全部喋るとまた連中に無能の烙印を押されてしまう。喋る虚無を見たということは絶対に報告すべきではない。この周辺での目撃情報はすでになった。無用な討伐者が増え動きにくくなる。にしても僕の荷物はどこへ行ったんだ。目立つところとか言っていたがさっぱりわからない。ま、大した貴重品が入ってるわけでもないからね。最悪ロスとしても問題ないものだけど。一通でしょ。一体誰だ。こちらロンドレキア。一体誰。ロンドレキア、よかった。やっと連絡がついた。私の名はレクス。リヒトクライス情報課の者。音を落ち着け。電話を切ったりするんじゃないぞ。リヒトクライスの、一体なぜ僕に。詳しい話は後にしたい。今出てこれないか。届けられた君の荷を預かっている。落としたんだろ。随分汚れていて、正直に言うと処理に困っていてね。リッターシルトに連絡したんだが、すごい嫌な顔で迎えられ、君のこの番号を知らされたというわけなんだが。そうか、すまない。今時間はあるだろう。すぐにでもこれを渡しに行きたいのだが、どうだ。わかった。今僕は駅の付近にいる。集合場所を決めよう。ああ了解だ。すぐにそちらへ移動しよう。すまない、遅れてしまった。こんな大荷物をわざわざ運ばせてしまい申し訳ないね。初めてだったよね。僕はロンドレキア・ライト。説明の必要はなかろうが、リッターシルトのものだ。以後お見知りおきを。ああ、お噂は聞いているよ、ロンドレキア・ライト。私はレクス。今はリヒトクライスの連絡員をしているものだ。そちらこそ、その名は耳にすることが多い。お目にかかれ光栄だ。お世辞はいいよ。まずはこれを返しておこう。はい。いや、ありがとう。探していたんだ。そんな大きなものをどうすればなくしたりするんだ。電車に忘れていったのかい。ああ、話すと長くなるんだが、少々妙なカラスに持っていかれてね。惨めな話なのであまり追求しないでくれ。カラス。カラスか。ずいぶん大型のカラスなんだろうな。察することにしよう。って待ってくれ、この荷物はどこにあったんだい。さあ、私は知らないんだ。リヒトクライスへ届いていたらしい。失礼ながら少々中を見させてもらい、持ち主の宛を探したというわけさ。ああ、そうだったのか。
でもなぜリヒトグライスに。あいつまさかリヒトグライス支部に直接姿を見られたら大変なことになるというのに。そのカバンについているリッターシルトの紋章、リヒトグライスと似ているからね。デザイナーが同じだし、うちの関係者のものと思われ、誰かが届けてくれたんじゃないか。そうかもしれないな。理由はどうあれ助かったよ。どうしたんだ、そんなに安堵して。いやいやいや、なんでもないよ。ない、 ありがとう。私に礼を言う必要はない、単なる中継点でしかないから。そんなことより聞きたいんだが。先ほどから感じられるこの強大な気配の主、これはあなたの仕業、あなたたちの関与することなのかい、レクス。心当たりはない。私はそういうのを感じ取るのは苦手なんでね。あなた自身の権限の力ではないにせよ、あなたの作る何かである可能性をね。お噂はかねがね、僕らリッターシルトの技術班にもあなたの功績、その恩恵を受けている者は大勢いると聞く。お世辞は無用だと言ったろ、リッターシルトの貴族子。アンチリヒトの切り札と言われているあなたがこんな極東の地へ来ている理由の方を私は知りたいが。それは言う必要もないことじゃないのかな。僕のやるべきことはある意味でリヒトクライスの邪魔だ。君たちより僕らが優れていると実証することなんだから。邪魔なんてとんでもない。おかげで楽をさせてもらっている。私たちは無能で構わないから、どんどん仕事を片付けてほしいものだね。そういう割に、あなたたちこそリヒトクライスが誇るスペシャリストたちがこのように狭い地へ集まってくるなど、いささか戦力過剰に感じるが、一体何をそんなに頑張っているのか聞かせてもらえないのかな。具体的には言えないが、それこそ察してくれ。この地の荒れた権限、その有事に向けての方策さ。わかった。君たちが大勢いようと、僕の標的は虚無狩りのみだ。この地に滞在しているという彼女に伝えてくれ。そろそろ観念して白黒はっきりさせないか、ね、僕の方はいつでも構わない。負ける気などしないのだから。残念だけれど、虚無狩りは先日一時帰国した。え？帰国した、ゴーホーム。隠したところで時間の問題で伝わってしまうだろうから、帰国の原因を言うと、謹慎中の身ながら大きな事件への対応で出動命令を受けた。そしてその最中でアクシデントがあってね。アクシデント？大怪我でもしたというのか。虚無落ちした者を、人を討伐してしまった。討伐？人をか。大きな出来事というと、先のアムネジアも。そうだ。けど
虚持ちした者が相手ならそれもやむを得ないこと。現場の判断として被害を増やさぬため、それが最善手だったのだ。もちろん仕方のないことだった。しかしいくらそうであろうとはいえ、最近ペナルティ対象となる行為が多く見られていたところにこれだ。形式上でも罰しなくては他に示しがつかないのでね。再びのレッドカードで退場処分が出たということさ。まあこれも仕方のない判断だ。なるほど、それは残念だ。まあ永久追放というわけではない。割とすぐに戻ってくるだろう。彼女は現状リヒトクライスのエース。遊ばせておく余裕もないし、成長してもらわないといけないからね。君も虚無狩りの追跡、あわよくば出し抜いて手柄の横取り。リッターシルトの方が上だというつもりだったのだろうけど、しばらく不可能となったな。残念。上の考えではそういう安いアピールもあるだろうけど、話はもちろんそれだけではないよ。まさか本気であれと直接対決を。客観的に見てもまだ難しいように思えるけれど、単純な戦闘力だけ見てみれば彼女のそれはそう高くはない。もちろん低いということはないけれどね。それは君たちにだって分かっているはずだ。まあね、それはその通りだろうね。恐ろしいのは権限の力を乗せた際の爆発力。彼女の家に代々伝わる神刀エーギスと炎の力、それさえ封じることができれば、ね、そして僕にはそれが。いや、リヒトクライスさんの前ではこれ以上言うべきではないことだが。今更だな、それこそお噂はかねがねだ。しかしそれでもあれと戦おうとは。なるほど、そのボロボロの姿はそのための修行でもしていたのか。何を。君は知っているんだろ、どうせ。いや、すまない。西の山中に潜んでいるという大型虚無、その調査。ご推察通りこちらよりの依頼であれば、それは筒抜けになっている。まったく、君たち女性にこんなことはさせられないとはいえ、とんだ大仕事だったよ。収穫はあったの？いや、収穫と呼べるようなものは何も。君たちには素直に言えないという事情もあるしね。そうか、それはお疲れ様。何もないのも安全という収穫だ。こうして無事に戻ってこれたのだし。来るべき日は近づいている。虚無狩りの邪魔はしないことだ。あれは手加減が下手だから本当に消されるよ、事故に見せかけて。ああ、注意しよう。君たちには僕たちを潰す気があろうと、僕たちには潰そうなんて気はない。実力で認められるよう努力するのみだ。アーデルハイト様にもそう伝えてくれ。ああ、了解した。さて、役目は果たしたし、そろそろお別れの時間かな。楽しかったよ、リッターシルトの人間と話ができて。雲行きも怪しい。一雨来る前に帰るとしよう。不気味だが、戦闘の意思がないなら放っておくべきだ。特にあなたは一人にならないよう、人通りの多い道を帰ってくれ。ああ、心配には及ばない。
これでも右足には自信があるんでね。私の末足に追いつけるものなど、そうはお目にかかれないはずだ。なんだいそれは。ま、細部は聞かないでおこう。それじゃあ、次は共に戦えることを。あ、ありがとう。リヒトクライスが君のような人ばかりならいいのにな。しかし、実際にリヒトクライスの人に会って、僕らを敵意丸出しで見てる人っていないよな。それとも、会う際は完全に演じきっていて、陰でものすごい悪いことを言われているのかもね。さあ、僕も帰るとしよう。これで満足だろ、メルカバ。あなたのことは喋らない。あなたが遠くから僕を監視し試しているということは分かっていた。いや、試すというより警告しに来ているという方が近いな。妙な動きはするなとね。分かっている。あの山へ再び出向くのもやめておくことにするよ。山中に潜み人を襲うことを避けているあなたを刺激したくないからね。今もこの周囲にいるのだろうが、目撃されるとことだから接触はしないでおく。分かってくれるだろう。あなたなら次に会う時は間違いなく敵同士となる強大な虚無。それまで誰にも撃たれてほしくはないが、虚無は忌むべき存在であり、被害が広がるのも困る。やはり僕たちは相入れない者同士だ。そんなあなたなら救えるものなら救いたい。我らの力で。僕がおかしいのだろうかな。愉快な男よ。どうやらこの挨拶気に入ってくれた様子。貴様の意志我も理解したぞ。我らに話など不要よ。貴様は貴様で気ままに生きるがよい。仲間へと余計なことを喋ろうものなら、ここで亡き者にと思っていたが、いやいや面白い、面白いぞ。調査に迎えど得るものがなければ、虚無を狩る者の足も遠のく。これで少しは静かに暮らせようぞ。人間め、この異様な権限の歪み、何を考え、何を目指し、何を企んでいる。この身は狙われている。希少子として災いのもととして借り出そうという者が多くいることは理解した。またしばらく時が前と戻りこもろう。だがこれ以上権限のあれが続くのであれば、誰なのかは知らぬが、この辺りの者ども、その権限をかけらを残さず食い尽くしてやろうではないか。それはそれで楽しみなもの。しばしの退屈しのぎにはなろうよ。なあ獣よ、下端の者、虚と人との狭間に生まれた者、どちらの地に近いかだけで本質は我と遠くは変わらぬか。すでにこの場に用はない。用が来る前にここを去るとしよう。さらばだ人間、
そしてインダースどもよ、我がエサ、我が供物、いずれすべて食らおう。